今日は2019年6月3日1時45分ですね。朝日新聞の一面には、SNS でいじめられて自殺した中学生のことについての記事ですね。まあ、スマートフォンを使って、お互いに交流をするシステムですね。SNS、私自身もやってないんで、いまいちわからんのだけれども、LINE というものに登録すると、その中で、まあ、仲間ができて、でその仲間で仲間同士で、情報のやり取りをする。でその中で、まあ、いじめが多発しやすいという話ですね。でここに載ってる話は2016年の8月に、中学2年の笠井里真さん、当時13歳のスマートフォンに残されていたメール、クラスから早くいなくなればみんなが腐る前に、これはクラスメートが、まあ、彼女に対して送ったメッセージだね。まあ、内容が非常にきつい。で、リマさんの場合には中学1年の7月にこの書き込みがあったんだけど、入学してすぐにクラスでは LINE のグループができて、きつい言葉がその LINE の中で飛び交うようになった。で、そのグループの中に入っていると他のメンバーを強制退会、無理やりもうお前なんか出てけって辞めさせることができる。で、8月に入った時に お前死んでほしいなんていう、退会させるかといったやり取りが交わされて、同級生の一人が退会させた。直後にはクソ笑った、めちゃくちゃ笑った、さようなら、笑うしかないといった書き込みが残された。まあひでえ話だね。こう寄ってたかって相手をいじめて、その傷口に塩を塗るようなことをこの LINE という中でやる。体調を崩したこのリマさんという人は部活を休みがちになった。そして部活の LINE、 この何部だったか書いてないんだけども、その部活の LINE の中でも退部しろというふうに書き込まれたりして、ツイッターにも逃げんなクソブスなどと投稿された。口頭でもいじめがあった。しかしいつでもどこでも逃げることができない SNS は特に重くのしかかった。2月の夏休みの2年生の夏休み明けの初日には、学校でキモい、なんで生きてんの、死ねなどという言葉を直接投げつけられた。もうだから SNS とそれから直接のいじめ行為というのが非常に密接に結びついているという話ですよね。それぞれ27面の社会面でもこの記事の続きがありますけれども、この SNS の中では自分へ悪口を書き込みがあると、いいねっていうね、親指を上に上げたマークと上、あの悪いねっていう、上親指を下にしたマークというのがあって、その上を向いたマークがあると、その書き込みとかに賛同していいねマークっていうんだけど、私のホームページにも YouTube 毎回動画載せてますけども、それにいいね悪いね両方ありますよね。このいいねがね、悪口の書き込みに対していっぱいあったと。そ
してこの2年、中学2年の夏休み明けにもうこの方は自殺してしまったんですね。それでこの人の父親というのがこういうことが起きないにということで講演会なんかを開いて自分の娘がどういう目に遭ったかという話をしていますよという話ですね。こういう書き込みは見ないのが一番と言われる。でも見ない間に何を言われているんだろうと思ってしまう。人間ってそういうことを気にしてしまいますよね。でこういう例はこのリマさんだけじゃなくて、2016年には山口県立高校の男子生徒が、それから18年には福岡県立高校の男子生徒はともにこの LINE グループから外された。で周囲とのつながりを大事にする現代の高校生にとっては最も残酷な行為の一つというふうに、山口県の検証委員会は言っている。だから中学高校そういうことが、まあ、頻繁に起きていますよねという話だね。で対象者は孤立していって、そして教員に相談してもそれは考えすぎだとか言って、まあ他のいじめの場合でもそういう対応を取る教員が多いのがもう腹立ってしょうがないんだけども、そういう教員が多いよね。教育委員会にしてもそうだけども、教員もそうだね。まあこのいじめの問題もう繰り返し繰り返し言いますけれども、もう今の日本の社会全体がですよ、いじめ社会になっている。ほとんどの人は金儲けできることに関しては関心があるけども、それ以外のことには関心がなくて、逆に誰かがいじめられているような状況の中でそのいじめに加担すれば自分の気が晴れるとか、強い側に回っていじめに加担しようなんて人が残念ながら非常に多いというのが現状ですよね。これは大企業の中でのいじめの構造がまさにそうで、会社にとって都合の悪いものとか、会社からこいつをターゲットにしろという歯吹きの対象にされた人間を寄ってたかっていじめることが自分が生き残る方法であるし、自分が得をする方法である。これと同じ構造が学校の中でもある。 LINE の中でのいじめがもう当たり前のようになっていて、そういういじめに参加することは悪いことなんだ、それを見ていながら知らん顔することは悪いことなんだという考え方がなくなってしまっている。もう情けない話ですよね。だからもうぼーっと生きてるかどうかじゃなくて、もうちょっと人間らしく生きたらどうなんだ、まあ、私はそう言いたいよね。しかし残念ながら今人間らしく生きてる人の割合が少なくて、自分が人間らしく生きていられないことに怒りを募らせて、もうこんな世の中嫌だっていう人がいっぱいいて、そしてそういう人の中には先日の川崎の無差別殺傷事件なんかを犯す人が出る、そしてその犠牲者が出る。結局はですよ、こういういじめを容認するような社会というのはみんなが不幸せになる。自分には関係ないと思っていたって関係が自分から向こうから来るんですよね。いじめる側に回って安心していればやがて自分がいじめの対象になるかもしれないし、そして自分のいじめの対象にならなくても怒りに燃えて復讐するやつのターゲットになるかもしれない、そういう話ですよね。それからもう一つ言うならば、このインターネットの世界というのはもう匿名が当たり前になってるよね。だからこの LINE というものを通じていじめがあって自殺した子供がいるんだけど、この LINE の特徴というのは誰が言ったかはっきりしないという特徴だよね。私はこの、ね、インターネット のこの匿名性というのが非常に私は弊害があると思って、誰が言ったかバレないから面と向かっては言えないような悪口をネット上では書き込んで平気でいる、そういう人がいっぱいいるよね。もう無責任極まれないわけですよ。人をそこで傷つけて自分が持ってる不満、自分が持ってる誘因を下げようとするなんていうけしからんやつが残念ながら日本中に溢れていて、匿名ではなくてですよ、本来私は
何か意見を言うからにはですよ、世の中のこと、社会のことだけでは限らず、自分が相手に対して何か意見を言う場合には、ちゃんと自分の素性を明らかにして名乗った上で、責任を持って名乗らなければいけない。にもかかわらず、ほとんど 100% 近いですよね。私が 今まで出会った人で、こういうインターネットの世界で自分を名乗って意見を書き込んでる人は、清水太郎さんというこの頃知り合った人ですけど、その人以外知らないよね。もちろん自分でホームページを出してる人は、それはまあ名前が名乗ってる形になるでしょうけれども、他の掲示板に書き込んだりするときに、匿名ではなくて、ペンネームではなくて、自分でちゃんと自分の名前を名乗って素性を明らかにして意見を書き込んでる人は、この清水太郎さんが私は知らないよ。清水太郎さんというのは、中世の歴史研究所というところで検索すると出てきますけどね、まあちょっと変わった人で、まあ賛否両論ある人もいるかもしれないけども、いや立派な人だと私は思いますよね。で彼も言ってたけどね、もう今個人情報を守れ、個人情報を守れって言ってるけどね、個人情報が漏れたら自分が被害に遭うって言ってるけども、私なんか自分の住所から電話番号から自分のマンションがどこにあるかまでインターネットのホームページで全部明らかにしてます。自分の家族から自分の家の駐車場の位置から全部明らかにしてるけど、何の被害を受けたこともないよね。まあさすがに、まあ、自分のクレジットカードの暗証番号だけはまあ公表しませんけど、電話番号が明らかになろうが、住所が明らかになろうが、それによってインターネットで明確にしたって困ったことないよね。この清水太郎さんも同じことです。そういうことですけどね。まあそれにしても今の日本の社会が一面社会で、そしてそれが学校に及んでいて、で今日の朝日新聞の記事というのは、その SNS の世界で非常に陰湿なものになっていて、自殺する人たちが、まあ、何人も相次いでいて、自殺はしないまでも、もう不幸の極みに追い込まれている人たちが少なからずいますよっていう話ですよね。そして一番の罪はですよ、今の日本の社会の罪はそういうことに無関心、自分には関係ないと思い込んで、そういう情報を周りで起きていても、それに自分には関係ないということで無関心でいる。それじゃ済まないよということを私は繰り返して言いたいですね。まあ、今日はまあこの話につなんで、沖電機で今から40年前にあったいじめの歌ですよね。まあ人間はこういうふうにいじめに無関心でいられるよ、いじめに加担するよ、いじめられた人がどんなふうに悲しいか考えてくださいっていうメッセージの歌ですけども、もうこの歌も今までそんなに歌ってなかったけど歌わなきゃいけないのかねということです。捨てた人に抗議すると残りの製品も
目の前で捨てられた。なぜ捨てたんだ、なぜ捨てたんだ、なぜ捨てたんだ、俺の仕事。なぜ捨てたんだ、なぜ捨てたんだ、なぜ捨てたんだ、俺の仕事。私はマンドリンクラブリーダーだった。みんなで楽しく合奏してたのに、課長から言われたと、また一人メンバーが辞めていく。辞めないでほしい、辞めないでほしい、辞めないでほしい、マンドリンクラブ。辞めないでほしい、辞めないでほしい、辞めないでほしい、マンドリンクラブ。ということで今日はこれぐらいにしておきます。